ピエトロ・フマゾーニ・ビヨンディは、ローマ・カトリック教会のイタリアのスーキ教。1933年からその島で、福音宣教省長官を務めた。1931年に、スーキ教の位に挙げられた。彼は、貴族のフィリッポとジェルトリュード・フマゾーニ・ビヨンディを両親に、ローマで生まれた。彼には、イエズスの精神宣教女子修道会に入会し、 マザージェルトリュードとして知られるようになった妹がいた。教皇調律ローマ神学校で学んだ後、1897年4月17日に、ルチド・パロッキー・数ー教より、司祭に除海された。1897年から1916年まで、彼は、ウルバノ大学の教授で、政府教宣教授の職員であった。1916年11月14日に、 ビヨンディは東インドの教皇施設とドクレアの名義司教に任命された。彼はその年の12月10日にウルバノ大学のチャペルでベネディクト会のドメニコセラフィーニス・キ教が指揮し、ジョセフ・レグランド司教とアゴスティーノ・ザムピーニ司教の補佐による司教性別を受けた。この役職では彼は積極的にバチカンと日本との関係の改善を試みた。 1919年12月6日に日本への強行講師、1921年6月14日には福音選挙商秘書官、そして1922年はアメリカ合衆国への強行講師に指名された。1927年に彼はバーチカンがニューヨーク州知事であるアルスミスのアメリカ大統領選挙に関心がないことを宣言した。 教皇ピュース11世は1933年3月13日の教皇数密会議でビヨンディをサンタクローチェインジェルサレメの数奇教にし、その3日後には福音宣教省長官に指名した。彼は1935年8月20日にテラモの国家規模の生態会議に教皇全権として務めた。 彼は1939年と1958年のコンクラーベに参加した数奇教の一人となった。ビヨンディはローマで87歳で亡くなりカンポデベラーの墓地に葬られた。AB タイムマガジン、レッドハッツマーチ20、1933、タイムマガジン、アップストリックデラゲートマーチ10、1923。ありがとうございます。